混沌さんが前歯出してみたいなのあるやん。あれマウスピース、いや酔ったんよ今日、昨日の夕方に戻ってこいっつって、うん、昨日言ったんすよ。俺も言った、会わないといけない人がいます。おんねん、全部おんねん。で俺めっちゃ思うのが、こんちゃんうちのバーで働いたりしてんのよ。で土曜日を休みください、毎週。あ全然いいやん、自分のお金のためなんやから、いつ休んでもいいよって言って、もうじゃあ土曜日僕毎週休んでみたいな。で俺7時ぐらいまで飲んでて、朝のタクシー乗ってて、友達と、まあ、今度さマジで低女の子とつなぎながらスキップしてた、南の街。びっくりしたもん。で俺声かけて、こんちゃんって、うん、お前これで休みなんかみたいになるやん、うん、女の子とデートやったら。それ言ってくれたらいいけど、女の子側がひどかった。手つないでたことなかったみたいにこう振りほどいてた。手つないで、まあその見られるのは違うんでしょうね。でも南のど真ん中で見られるやん、そんな見られるな、見られてて話なんですか。いやなんか奥行がなくて、手つないでませんみたいな、自分やばいでっつって、そのままタクシー閉めて、そのままヒューって言ってますけど、ね、こんちゃんはもうものすごく喜んでましたけどね、手つないでます僕みたいな感じだった。かわいい。でもこんちゃんめっちゃいいやつになったよ、ゆうくんのおかげで。かわいい、かわいいな。初めて会った時すごかったのに、ゆうくんに保護者になってもらってからめっちゃいい子に育った。やかったね最初。あの俺初めて北海道で会ったんやったっけ。そう、あったあったあった。なんかあのビタシグみたいな電子タバコあるじゃないですか、うん、あれにジッポライターこうかっこよくつけて、先っぽにプルムテック、ね、火炙って、プルムテック、あの棒の火いらないんですよ、灰も出ないんですよ。火つけて吸って灰皿にトントンってやって、めっちゃドヤ顔したんですよ。えっと思って。え、今はやってないんですか。今もやってんの。今やってない、今やもなおったな、さすがに。いや病気みたいに言うな。あとあの子なんか、へーって言わへん。うん、へーって終わらすときはない。こんちゃんに紹介しなあかん人とかいるやん、うん、でも仕事上、この人こうこうこういう人でこういう方やから、やからねって言っても、あ、はい。で、その人が紹介してくるやん。うん、あ、すいません、近藤さん見てます。あの、何々何々ってやってます。うん、へーで、終わることが多いの。いやでもこふん、そう、ふん多いよね。ふん、人がムカつく語尾の終わり方一番知ってるの、こんなさいの。いや、私、こんちゃんはデフォで顔がムカつくけん。さらにへーのおいつを、そう、わかる。それを紛らわさないといけないんですよ、本来は。そうなんです、言葉で。言葉で。うわ、こんちゃん、めっちゃええやつやって、言葉で思わせないといけないのに、言葉にもトゲがあったら、もう救いようがないんで、そこでもう終わりやね、空気が。後で謝らなかやん、そんなの多かったもんか。でも可愛くて、その初めて会った時に横に座って、こんちゃんが、うん、だからタバコのあれも一覧も見てんけど、うん、最初俺紹介してくれた時に俺もへーって言われて、そう言われたよな、何やねこいつと思ったけど、その後なんか YouTube のチャンネル登録が40万人でみたいななった時に、それまであの膝がずっと当たっとってん、こんちゃんあぐら組んでて、俺の領域に来てて。足がね、俺の領域に来てて、ずっと。で、俺もまあ我慢してて、普通に、はい、まあ若いしなと思って。立ちあるあるね。で、チャンネル登録40万人って言った瞬間に膝がサッと引いて。可愛いとこあるな。登録者でちゃんと。そう、登録者ちゃんとそれをやるんやっていう。可愛かったなと思ったけど。よかった、友達で、うん、俺。絡むと違いますよね。そう、絡むと違う。